テレ東ビズ、テレ東ニュースとテレビ東京ビジネスオンデマンドは、この春テレ東ビズに名称を変更します。こんにちは。えー、シリーズ天んだ番解説委員の久保田マサです。 こちらにありますこの本みたいなものなんですけどもこれ実は私が小学生の頃に使っていたストックブック切手の収集帳なんですねえ当時はアポロの月面着陸の切手シートとかまあ宇宙開発ものを一生懸命集める少年だったんですさてその中の黒ここですなんか青い大きいのがありますけどこれですね実は1962年に旧ソ連が発行した当時世界最大だった 切手なんですねで、当時のソ連の宇宙飛行士4人のあの肖像が載っていますちょっと拡大してみましょうかはい。この4人旧ソ連今のロシアが発射した宇宙船ボストーク1号から4号までの飛行士です左から右へ1号から4号の飛行士です実はこの4月12日はですね宇宙開発の歴史に残る大きなミッションの記念日なんですね そのミッションというのは1961年4月12日に打ち上げられたソ連のボストーク1号の成功なんです、ちょうど60年になります、初めて人間を乗せての宇宙飛行士宇宙飛行だったんですね。で、登場していたのがこの中の4人の中の一番左、この人、ロシア人宇宙飛行士、ユーリー・ガガーリンでした。名前は聞いたことあるよ、知ってるよという方は、ね、結構多いんじゃないでしょうか。 ガガーリンは1934年生まれ日本で言えば昭和9年生まれで宇宙に旅立った時には27歳のソ連空軍の中尉でしたそして宇宙飛行中に中尉から少佐に昇格したというエピソードがあります宇宙船ボストーク1号打ち上げに使われましたボストークロケットは重さが287トン 長さが38メートルの3段式ロケットで1段目は複数のロケットが束ねられていますよね、まあ、ソ連からロシアに受け継がれる現在のソユーズロケットにも通じる伝統的なボリュームのあるスタイルのロケットですところでボストークというのはロシア語で東つまり英語のイーストを意味する名詞なんですねで余談ですけども日本海に面したあのロシア沿海州の都市にウラジオストックがありますよね ロシア語の発音ではウラジオストックはブラジボストークといった感じなそうで,なんですけどもこのブラジボストークの後ろのボストークは宇宙船と同じ東という意味です。でブラジないしウラジは支配する征服するという意味なのでウラジオストックというのは東を征服するといった意味がありますまあいかにも古くから領土拡張を目指して進出してくるロシアの極,点極東の拠点なんだという強い意志を感じる名前だと思います。 史上初の有人宇宙飛行であるボストーク1号はカザフスタンから東へ打ち上げられました、まあ、だからボストーク東という、まあ、東方という名前がついているんじゃないでしょうかねでガガリンは108分の飛行の後にまたソ連領内に戻ってきて着陸しました人類初の宇宙飛行は1時間48分の地球一周の旅だったというわけなんですねさてあれから60年経ちました国際宇宙ステーションには現在日本人宇宙飛行士の野口聡一さんを含めて 7人のクルーが滞在しています、はい、このメンバーですでこの天竜万象がアップされる9日には新たなソユーズ宇宙船がステーションに向けて打ち上げられる予定なんですね。で予定通り出発しますとロシア人宇宙飛行士2人とアメリカ人宇宙飛行士1人の合わせて3人がさらに加わります。ということで宇宙開発の記念すべき今年の4月12日には宇宙に滞在する人間が10人2桁になります。 まあ、1968年に飛行機事故で若くして亡くなってしまったガガーリンこの60年後の宇宙の活況を、ね、どのように見ているでしょうかでこの10人滞在という状態はこの中で一番早くから滞在している3人が地球に戻るまで1週間ほど続く予定になっていますさて今では常に人間が宇宙に滞在しているのが当たり前の時代になりました、まあ、その最大のバックボーンというのは言うまでもなく国際宇宙ステーションの存在です で国際宇宙ステーションは1998年に建設が始まりましたが2000年の11月からは途絶えることなく人間が滞在しています、もう20年になるんですね。で,、えー、ですからまあ21世紀になってからは必ず宇宙には人間がいるということが言えるということです。さて FAI ・国際航空連盟はです、ね、高度100キロメートルより上を宇宙と定義しています。 で大体普通の旅客機が飛ぶ高さが10キロぐらいですからその10倍ぐらいの高さオゾン層の上ぐらいから先がまあ宇宙ということになるんですね。で国際宇宙ステーションは大体高度400キロぐらいのところを飛んでいます。ではこれまでに宇宙を飛んだつまり高度100キロより高いところに到達した人間の数というのはどれくらいいるんでしょうか、えー、JAXA ・宇宙、えー、航空研究開発機構が去年の8月の段階でまとめた数字があるんです。 で複数回宇宙に行った人は一回にカウントしています。じゃあ国別に見ますよ。はい。アメリカが男性二百九十七人、女性五十人の合わせて三百四十七人でトップ。で旧ソビエトを含むロシアが男性百十九人、女性四人で合わせて百二十三人の二位。では三位は日本です。日本なんですね。 男性十人、女性二人の合計十二人。まあ、米ソ内氏は米ロとの差は大きいんですけども、日本も頑張っていると思いませんか。で、四位以下はドイツ、中国、フランス、カナダと続いて、七位のカナダまでが二桁です。で、その他も合わせたトータルでは、三十八カ国、男性五百二人、女性六十四人の合計五百六十六人です。 またこれに複数回飛行した数つまり延べ人数でいきますと1280人ということになりますところでもう一つ宇宙開発に関連する記念すべき4月12日があるんですねこれは今からちょうど40年前そのボストークが上がってから20年後になるんですけど1981年4月12日のことなんです この日アメリカのケネディ宇宙センターからスペースシャトル1号のコロンビアが打ち上げられましたこのとき登場したのはあの右の方にエンブレムがありますがヤング飛行士とクリッペン飛行士の2人ですで私は学生時代最後の1年が始まった春だったんですけども当時その開発とかテストが話題になっていたスペースシャトルがついに打ち上げられたということでその打ち上げの映像とか地上への帰還のライブ映像テレビに釘付けになったのを覚えていますススペースシャトルは この1981年4月のコロンビアから2011年7月のアトランティスまで30年余りの間に135回打ち上げられましたさまざまな宇宙実験そしてハブル宇宙望遠鏡の運搬そして国際ステーションの建設など、まあ、シャトルは多くの成果を上げましたよね、まあ、しかしですね135回のスペースシャトルミッションの中には2回悲劇がありました 1986年1月のスペースシャトルチャレンジャーは打ち上げ直後に爆発してしまいましたそれから2003年2月のコロンビアはミッションを置いて地球に戻ってくるときに大気圏に突入して空中分解してしまいました、まあ、それぞれ7人ずつが乗っていましたのでシャトルでは14人が犠牲になったということなんです一方旧ソ連も1967年にソユーズ1号が地球に戻ってくるときに パラシュートの紐が絡まって地上に激突してしまいました。コマロフ宇宙飛行士が亡くなっています。それから1971年には、ソユーズ11号で、地球に帰還するときにカプセルの中から空気が漏れてしまって、乗っていた3人の宇宙飛行士が窒息死してしまうという悲劇もあったんです。まあ、国際政治では睨み合う様相のロシアとアメリカですけども、国際宇宙ステーションに関しては本当にずっと協調してきています。こちら。 次の大きな計計画、画、宇宙計画月軌道プラットフォームゲートウェイでもアメリカ、ロシア日本の JAXA そしてヨーロッパ宇宙機関カナダ宇宙庁が協力して月を周回する宇宙ステーションを建設し月面の有人探査将来の有人火星探査への準備を進めることになっています、えー、初めて人間が宇宙に飛び立ちそしてスペースシャトルが実現したこの4月12日というのは旧ソ連ロシア まあアメリカだけではなく人類の宇宙開発という意味でも大きなステップを刻んだ記念というわけですねまあちなみになんですけど4月12日はテレビ東京の開局記念日でもあります天田晩翔でした最後まで見ていただきましてありがとうございますこれを機にぜひともこちらへの登録をお願いします 画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろししくお願いいたします。